物が2つ届きました。ありがとうございます。こっちはね、あんまりなおさん、こっちはだってね、送り状にはほら本名しか書いてなかった。ほら、え、お手紙。わー、お手紙だ。清水先生、きょうちゃん、あーちゃん、こんにちは。こんにちは。伊東で作られた美味しい干物です。お召し上がりください。私も仕事をしながら裏山の竹を切ったり畑を作ったり楽しんでます。ちなみにチェーンソーやこまめちゃん、何これ、幸運機を使えるようにジムで筋トレしています。だってあーちゃん頑張りましょうね。頑張ります。今年はピザ窯作りに挑戦しようと思っています。けいこさん、ありがとうございます。お、それとね、サバのみりん干しはフライパンにアルミを引き焼くといいです。焼けやすいので注意してくれて焼いてね。だってありがとうございます。ありがとうございます。かわいい魚のね、イラストも描いた着物です。わお、わおわおわお、わあすごい、これサバのみりんだ。わあ、おいしそうね、食べたい。金目鯛じゃない、ほらほら、うわあ、大きい。あ、イカあるよ、あちゃん。イカ大好き。うわー、チア干し。チア干しだ、すごい。アジか。あー、もう全部好き。魚全部好き。嬉しいねー、嬉しい。魚特別な日しか食べられないからね。けいこさん、ありがとうございます。そしてですね、こちらなおさんからです。なんでしょう。あ、先生、これはこれはあれだ、紛失してたノディのカレンダーが、そうなんだ、ついこの間なんかいきなり届いた。そう、2ヶ月後にお家に届きました。で、これ郵便局からは、こっちの方に、見つかりませんでしたって手紙来てるから。えひどいよね。やば、手紙箱なくて破いて捨てちゃったら封筒で来るから、調査の結果ありませんでした、それがその1ヶ月後ぐらいに届いたらしくて、バッカツはいいから他の人にあげてくださいってね、繰り返してくれたわ。でも無事帰ってきてよかったね。よかった。まあ、あれだ、生配信で誰かにあげよう。あ、本当、うん、じゃあ今度の生配信でプレゼントになります。はいはい、あははノディが帰ってきました。そして見て、ちくわパン。あ あ大好き。お手紙にね、ちくわパンね、炊いたの、焼いてくれたの。美味しいんだよ、ね、新しいパンだ。ブドウパンみたいな感じ。あ、ナッツとグランベリーとホワイトチョコ、この間食べたやつだ。美味しいやつ、ありがとうございます。そしてこれね、いっぱいね、きょうちゃんのためにお酒を送ってくれて、白神、青森。わ、すごい、喜ぶと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこれは何？お、先生 T シャツだ。ロック T だ。もういっぱい、いっぱいあるよ。いっぱいあるよ。キスも。全部キス？わかんない。え、すごいね、かっこいいね。タオルだ。ツアータオルだ、ね。うわ、すごい。行ったのかな？キスはね、ノーメイクの時代に。ずっとしてたわけじゃないんだ。投稿ほらツアー T シャツだ。いいね、かっこいいね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、モンクロの DVD。 すごい、春の一大事、ペンライトもある。パンフレットだ。国立はね、ほんといいよ。キスとモモクロってなんか一緒に伝えてたやつだっけ。うん、やった。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、ノディのまであるよ、ほら、牛の絆。久々だね。久々だ、ノディ。ほら、じゃーん。あー、持っていっちゃいました。ありがたいね。いつもありがとう。ありがとうございます。
皆さんこんにちは、前島恭平です。今回は私とノディだけの時の作業風景となります。最近ノディが門は押せば開くということを覚えてしまって、道路に飛び出してしまうことがあるので簡単には開かないようにします。この場所には柵を作った時の余りの竹があるので、それを使用します。メジャーを持ってくるのを忘れたので、ナタで必要な部品の大体のサイズを測ってハンドチェーンソーで切ります。門に竹を通す穴を開けるのですが、ペンも忘れたのでノミで傷をつけて開ける範囲を決めます。ノディがお隣のナナちゃんに会いに行きたそうにしてますね。丸く穴を開ける道具が使えればよかったんですけど、ここまでは延長コードが届かず、時間はかかるけどのみで穴を開けます。門が動いてしまうので腕で固定しながらやります。ハンマーで叩けば入るようにはなりましたが、ここは簡単に回らないといけないので穴を微調整。今度は大丈夫そうです。さっきの部品に竹を差し込むための穴をハンドチェーンソーで開けます。ハンドチェーンソーは軽いので片手で扱えて便利ですね。門の外側にも同じように穴を開けます。さっき作った穴に差し込む部品を作ります。穴に入るように先端を少し削ります。差し込んで片側が完成。穴を開けた位置が悪くて外側の竹が差し込めなくなってしまったので、最初に開けた位置から1センチくらい離して開け直します。強度が少し弱くなってしまうのが心配でしたが、この部品は簡単に作れるので壊れたら考えることにしました。
これ以上下がらないようにストッパーをつけます。ちょうど近くに以前切った木があったのでそれを使います。内側と外側にビスで留め、完成。押しても開きにくくなりました。この部分は長めに取っていたのでハンドチェーンソーでサイズを調整。これで完成。ノーディ。ノーディ。ちょうどノーディが来たので強度を確認します。ノーディおいで。あ、折れた。壊れました。ダメだ。何待って。何置いて。あ、こっちが割れちゃったか。ハンドチェーンソーで穴を開け直したところの強度が足りなかったみたいです。この部品だけ作り直します。今度こそ完成。壊れるのが怖かったので今度は強度チェックはしませんでした。できた、うん、うまそう。うまそう。そのサバ取り皿ないの？なんかある、うん、まだこれはできてないね、うん、あとケーサーこれまでです。これから食べます。尻尾部分が取れちゃう。ああ、ふわふわだから。熱っ。ああ、頑張れ頑張れ。私もフライパンに手がついて崩れた、うん、あ、フライ会社あるよ。あ、本当？あ、でも大丈夫。あの清水さんの取ったやつが尻尾のあたり割れちゃってただけだから。 ありがとう。交換する？いいよ。美味しそう。キュちゃんもご飯に。もうご飯に。うわー、やばい。美味しそう。ノーディーのじゃないよ。ノーディー食べようとしない。よし、食べますか。食べましょう。いただきます。いただきます。あ、やっぱサバの旨味が出てます ね。サバの味噌汁にサバのみりん干し。うん、サバ尽くし、魚尽くし。うん、あ、うまい。美味しい。なかなかね、魚食べるないからね、うん、ありがたいよね。うまいよ。すごい、焼けてる。タイ崩れちゃったけどね。うん。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。